皆さんこんばんは、のまちゃん牧師です。フルトネの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から今日もラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は52回目を迎えました。いつもありがとうございます。主に杉戸町に関すること、聖書に関することをお話ししています。杉戸町と宮代町を愛するラジオです。聞いてくださる方、お便りをくださる方、応援してくださる方、ゲストなど募集しておりますので、よろしくお願いいたします。今日の杉戸町、今日は9月3日、木曜日の夜を迎えています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最高気温は34度、最低気温は26度、時折激しい雨が降り、また晴れ間が出てきて蒸し暑い一日でした。台風10号がどんどん大きくなりながら、また九州、沖縄の方に向かっています。海の水の温度がとても高いので、台風もとても大きくなるようです。予報を見ますと、天気予報を見ますと、6日日曜日の午後15時ぐらい、3時ぐらいに奄美大島、その辺りを915ヘクトパスカル、ものすごく大きな勢力を持って通過するようです。最大瞬間風速80メートル、いろいろなものが吹き飛んでしまうような、恐ろしい風が吹く予報になっております。台風9号もそうでしたけれども、九州の方に続けて台風がやってまいります。停電やいろいろな恐れがありますが、守られますようにとお祈りいたします。そして沖縄九州の渡りを通った後に、韓国北朝鮮の方に向かってまっすぐ北に進む予報になっておりますが、韓国や北朝鮮の一人一人の上にも神様の守りがあるようにと祈ります。さて、今日の杉戸町ですけれども、本当にいろいろな中でですね、神様の恵みも確認しております。今日も一緒に聖書の学びをしていきたいと思いますが、今日は前回の続きです。教えてフランソン先生、輝けクリスチャンキッズ、この日本同盟キリスト教団の教育部の先生方が作ってくださったこの本を続けて見ていきたいと思っております。フランソン先生、フレデリック・フランソン宣教師の、教えてくださるテキストになっております。ノブ君とキーボード、アイちゃん、小学4年生のノブ君と小学4年生の女の子、アイちゃん、そしてキーボードというワンちゃんがいます。今日は2回目ですから、神様ってすごいというところを見ていきたいと思いますが、今日も始める前にお祈りをしていきたいと思います。神様、これからあなたのことを学びます。どうぞよくわかるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではですね、早速12ページからのところですが、神様ってすごいというところを読んでいきたいと思います。まずフランソン先生がこんな風に語っています。ところで、愛ちゃん、のぶくん、神様はどんな方だと思うかい？おひげの生えたおじいさんだと思う人もいるみたいだけど、神様は目に見えない方だけど、私たちのお祈りを聞いてくださる方。でも本当に今も私のお祈りを聞いてくださっているのかなと時々思うな。愛ちゃん、そしてノブ君、僕は何でもできる方だと思う。でも日本には神様と言われるものがたくさんあるよね。聖書の神様は何が違うのかな。二人とも素晴らしい答えだね。それに二人の悩みもなかなか大切なポイントだ。
神様はどんな方なんだろう。本当に私たちを助けてくださるかな。聖書には神様がどのようなお方か書いてあるから見てみよう。まず一つ目ですけども、神様は目に見えないけれど生きて働いておられる。神様は目に見えないけれども生きて働いておられる。聖書は神様は霊であると言っている。つまり私たちのように目に見える肉体を持たないということだね。目に見えないからいないとは言えない。空気は目に見えないけれどないわけではないだろう。目に見えない霊である神様は昔からずっと変わることのないお方なんだ。神様は目には見えないけれど今も生きておられ、この世界を支配し、すべてが正しく進むようにコントロールしておられる。動物や植物などの自然を見ると、いかに神様がさまざまな生物を守り生かしてくださっているかを知ることができる。今も神様はこの世界を治めておられるんだよ。それに神様は私たちに神様のことがよくわかるようにイエス様を送ってくださったんだ。私たちはイエス様が何をされどのようにお考えになられたかを知ることで、神様がどのような方であるかを知ることができる。生きて働いておられる神様は私たちの小さいお祈りもちゃんと聞いてくださるんだ。旧約聖書の第一歴代史29章12節、それからコロサイ人への手紙1章15節を読んで次の括弧を埋めてみよう。まず旧約聖書の第一歴代史、創出レビ民申命記で覚えていらっしゃるでしょうか。第一歴代史、29章、第一歴代史29章を開いてみたいと思います。第一歴代史の29章12節、こんな言葉があります。富と誉れは見前から出ます。富、お金とか誉れ、すごいねというその言葉は神様の見前から出ますと言われています。あなたはすべてのものを支配しておられます。あなたの御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてのものが偉大にされ力づけられるのです。今私は新改訳2017という一番新しい聖書の訳で読んでいます。皆さんの聖書で聞き比べてください。少し古い聖書ですと、新改訳聖書ですと、あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのですと訳されていました。括弧の中は支配者であられる神様、そして勢いと力がある神様、そしてそんなことを聖書が語っております。続けて新約聖書のコロサイ人への手紙、コロサイ1章15節も開いてみたいと思います。ガラテヤ、エペソ、ピリピ、コロサイと続きますが、コロサイ人への手紙1章15節、これも新改訳2017で読みますが、それぞれの聖書で聞き比べてください。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。巫女、イエス様のことですけども、巫女は見えない神の形と書かれています。イエス様は見えない神様の形だと言われています。そして作られたもの、すべての作られたものより先に生まれた方です。そのように聖書は語っています。続けて二つ目のことを見ていきたいと思いますが、神様はこの世界のすべてのものをお作りになったということです。
そもそもこの世界をお作りになったのは神様なんだ。創世記一章には宇宙にある太陽や月や星、この地上にある動植物もすべて神様が種類ごとにお作りになったと書いてある。この世界を作られた神様はお一人だけだよ。日本には木や石で作られた神様がたくさんあるけれど、木や石を作られたのは聖書の神様。つまり本当の神様はただお一人なんだね。三つ目のこと。神様は人間を神様のご性質に似せて作られた。人間を特別に神様のご性質に似せて作ってくださったと言われます。そして最も素晴らしいことは、私たち人間を神様のご性質に似せて作ってくださったということだよ。私たちは人と話をしたり、泣いたり、笑ったりし、人を愛したり、正しいことを行ったりすることができる。それはすべて神様に似せて作られたからなんだ。神様は私たち一人一人をとてもユニークなものとして作ってくださった。顔も性格も考え方もみんなそれぞれ違うのは神様がそのように作られたからなんだよ。オンリーワンですね。世界でただ一人のあなた。次の御言葉は、神様が私たちを胎児、お母さんのお腹の中にいた時から作り育ててくださったことを言っているよ。旧約聖書の詩編、詩編の139編、13、15、16を読んで次の括弧を埋めてみよう。旧約聖書の、詩編、開いてみましょう。詩編、箴言、伝道者の書と続いていきますが、詩編の139、大きな数字で139という数字が書かれたところを開くことができるでしょうか。この大きな字で書いているところが、この章とか、言われるところですね。詩編の139編、詩編は編と言いますけれども章ではなくて、詩編139編の13、15、16節あたりを読みます。せっかくですから13節から16節まで続けて読みます。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。それはあなたが私の内臓を作り、心臓とか肺とか胃とか腸、肝臓や腎臓を作ってくださったのは聖書の神様ですね。そしてお母さんのお腹の中で私を組み立てられた。私たちのメーカーさんはお母さんではありませんよね。聖書の天地を作られた神様です。聖書の神様があなたのデザイナーさんであり、メーカーさんであり、作り主さんだということです。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私。小さなお母さんのお腹の中にいるときの私を神様が見てくださった。そしてあなたの書物、神様の書物にすべてが書き記されました。私たちが生まれてくる前から神様は私たちのことを待っていてくださった。早く生まれてきてほしい。本当に早く生まれてきてほしい。待ち遠しいな。楽しみだな。そんな風に、お父さんやお母さん以上に、あなたの作り主である神様は、あなたが生まれてくるのをとっても喜んで待っていてくださったと聖書は語っています。
4番目、神様は私たちを愛しておられ、正しく歩むよう望んでおられる。神様はご自分が作られたこの世界にあるすべてのものをとても愛しておられる。私たち一人一人もだ。そして神様は間違ったことをなさらないばかりか、私たちに正しく生きることを願っておられるんだ。そのために私たちの罪を見過ごしにはなさらない。いつの日かイエス様がまた地上においでになるときに、神様に従って歩む者は素晴らしい栄冠を下されるんだよ。5番目、神様に不可能はない。神様にできないことは一つもないし、神様は何でも知っておられる。全知全能、そんなふうにも言われます。何でも知っておられて何でもできる。神様が知っておられることは大まかなことだけでなくて、私たち一人一人のとても詳しいことまで及ぶんだ。神様は実に私たちの髪の毛の数、髪の毛の本数までご存知なんだよ。私たちを愛してくださっている方が私たちをよく知っておられ、そのお方は何でもできる。ということは、神様を信じている人にとって本当に心強いことなんだね。なるほど。生きて働いておられる神様には不可能はないから、私の小さいお祈りもちゃんと聞いてくださっているのね。6つ目、6番目のことを見ます。神様は3つの人格を持っておられる。普通1人の人には1つの人格がある。けれど、神様は父なる神様、子なる神様、イエス様、聖霊なる神様の3つの人格をお持ちなんだ。聖書にも父、子、聖霊の御名によって、マタイ28の19という表現があります。難しい言葉では、三位一体というよ。でも全く違う性質の人格ではなくて、愛と正しさといった神様のご性質を皆同じように持っている人格なんだ。私たちは父なる神様にイエス様のお名前によって聖霊なる神様の助けをいただいてお祈りすることができるんだ。イエス様は神様が人となってくださったお方だ。そして私たちと一緒にいてくださる聖霊なる神様は、父なる神様の御心に従って生きられるように私たちを助けてくださるんだ。でも神様が3人いるわけではなくて、お一人の神様なんだよ。この3つの人格を持った神様が私たちを愛し助けてくださるんだ。こんなに素晴らしいことはないよね。チャレンジというところがあります。正しいものに丸をつけてみよう。最初全部読んでみます。神様はこの世界を作られた。神様はご飯を食べないとお腹が空いてしまう。神様は私たちを愛しておられる。神様は忙しくて時々私たちのことを忘れてしまう。神様は間違ったことをお嫌いになる。神様は5つの人格を持っておられる。神様が作ったものの中には失敗作もある。神様に隠しておけることもある。イエス様は目に見えることのできない神様を表した方である。一緒に考えてみましょう。何が正しいものでしょうか。正しいものに丸をつけていきたいと思います。確かこれ後ろに答えがあるんですよね、うん、そうですね、神様はこの世界を作られた。丸でしょうか、バツでしょうか。丸ですよね。天と地を作られた神様、太陽や月や星、この地球、また動物や植物、私たち人間を作ってくださった。この世界を作られた神様を聖書は神様と呼んでいます。神様はご飯を食べないとお腹は空いてしまう、まあ、それは違いますね。もちろん肉体を持たれたイエス様はお腹空いてしまう方になられましたが、本来神様はお腹が空いたりしない方です。神様は私たちを愛しておられる。その通りですよね。本当に神様はあなたのことをとっても大切な存在として愛してくださっています。神様は忙しくて時々私たちのことを忘れてしまう。そんなことはないです。一羽のスズメでさえも
神様はちゃんといつも見ていてくださる。まして皆さんのことを忘れているわけがない。いつも四六時中神様はあなたのことをちゃんと心配って見ていてくださいます。誰が見ていなくてもちゃんと神様だけもあなたのことを見ておられて、すべてをご存知です。分かっておられます。神様は間違ったことをお嫌いになる。まるですよね。神様は5つの人格を持っておられる。3つですよね。神様が作ったものの中には失敗作もある。そんな風に自分のことを考える人がいらっしゃるかもしれませんが、そうではないんです。どんなに失敗作のように思えても、でもそれは神様の計り知れないご計画の中で失敗作ではないんですよね。神様に隠しておけることもある。それはないです。頭隠して尻隠さず、一生懸命隠れたと思っても神様にはちゃんと見えておられます。誰も見てないな、よし悪いことをしようと思ってても神様だけはちゃんとご覧になっています。神様に隠しておけることなんか一つもありません。誰かのものを盗んだとか嘘ついたとかこそこそ悪いことをやっちゃったとか、全部神様は知ってらっしゃいますね。イエス様は目に見えることのできない神様を表したお方である。これはまるですよね。イエス様は人となられた生ける神様。イエス様を見ると神様がわかる。神様はイエス様のような方であられます。君は神様がどんな方であるか、どんなお方であることが一番心に残ったかな？何かメモに書いて、神様がそのようなお方であることを感謝しよう。神様、あなたがこういうお方であることを感謝します。そんな風にそれぞれが書いてくださると嬉しいですね。のもちゃん牧師はですね、神様、あなたが私を本当に世界でただ一人しかいない特別な存在として愛するために作ってくださって、愛してくださっていることを感謝します。まあ、そんな風に書きたいなと思います。まとめ、聖書の神様はどういう方でしょうか。この天地をお作りになった方です。この世界でたった一人の本当の神様であり、今も生きて働いておられます。御言葉、聖書の言葉を覚えよう。ルカの福音書1章37節、ルカの福音書1章37節、こんな言葉です。神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。ルカ1章37節。ぜひこの言葉を何回も何回も繰り返して読んでみて、そして覚えてくださると感謝です。神様ってすごいというところを一緒に覚えることができて、感謝です。ラブスイートラジオでは皆様からのお便り、おはがきなどをいつでも募集しています。埼玉県北葛飾郡杉戸町、埼玉県北葛飾郡杉戸町政治 1-1-30、 この住所までお便りをお寄せください。匿名でも結構です。また何でも、祈ってほしいことでもいいですし、質問でもいいですし、また、本当にそうなんですかとかですね、いろんなこと、僕はそう思いませんとかですね、いろんなことを、そのレスポンス、返事を、くださると感謝です。今日もお聞きくださり、見てくださってありがとうございました。皆さんの上に神様の守りと祝福と導きが豊かにありますようにとお祈りいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。神様の祝福が豊かにありますように。God bless you.